今シン・エヴァンゲリオン劇場版のこの映画の効果でこのエヴァのフィギュア市販品にかかわらずこの一番くじさんであったりこのプライズ品であったりとかもうかなりねこの値段の効果全体的に上がってきていますよね。その中でやっぱり有名なのがこのアルターさんのこの猫耳ジャージアスカだと思いますね。もう僕は相場の方でフィギュアを見たくないのであの相場でどれぐらいっていうのは言いませんけども皆さんもしも気になる方はアマゾンさんであったりとかネットオークションであったりとか調べていただければ大体の相場というのが出てきますので各自で調べてほしいなっていうふうに思いますね。話の方が少し戻りますけども、今回は皆さんが比較的安くてこう手が届きやすいなんだけどこの、ね、値段の割には本当にこの出来がいいよっていう僕のおすすめできるフィギュアというのを皆さんに紹介させていただこうと思いますね。まずこのアルターさんのアスカ、先ほど高騰していると言ってますけども、やはりこの高騰している理由としては、もちろん信田さんが造形されてて、この造形もピカイチ、そして塗装の方もしっかりとね、この髪の毛であったりとか、しっかりとグラデーション塗装であったり、綺麗な塗装になっていますよね。それだけではなくて、やはりこの信田さんのこのアルターのアスカなんですけども、やっぱり特徴的なのがこの目だと思うんですよね。今度このリボルブさんから発売される新エヴァンゲリオン劇場版の白くプラグスーツのアスカもやはり目がしっかりと新エヴァのアスカになっているぐらい、やはりこの信田さんのこのアスカというのはこの目がねしっかりと劇中のアスカになっているっていうところがねしっかり表現できされているっていうところがやはり魅力だと思いますね。なのでそういったところも踏まえて今から皆さんにフィギュアの方を紹介させていただくんですけども、そちらの方がエヴァンゲリオン新劇場版プレミアムアスカフィギュア帽子バージョンという、こちらは2015年に登場したプライズ品のアスカになりますね。いや、こちらの方皆さん見ていただいて分かるように、このアルターさんのアスカと同じくエヴァンゲリオン新劇場版9の劇中のアスカの目にしっかりと寄せられているフィギュアとなっているんですよね。この帽子をかぶったこのジャージのアスカ、もちろん一番クイズさんであったり他のプライズ品であったりも登場しているんですけども、やはりその辺のアスカというのは可愛く作られている、まさに美少女のアスカっていう感じ、あもう可愛いねっていう感じのアスカがほとんどだと思うんですよね。なんですけども、このプレミアムアスカフィギュア帽子バージョンのこのアスカに関してはしっかりとエヴァンゲリオン新劇場版9の劇中のアスカの目にしっかりとなっているんですよね。そこがまず僕の押せるポイントの一つだと思いますね。もうここを見ただけでもこのアルターさんのアスカとこう比べているんですけども、まさに同じような感じに見えると思いますね。そしてサイズの方もこのアルターさんが約23センチ、そしてこのプレミアムアスカフィギュア帽子バージョンのこのアスカも22センチとかなりこう2つ並べても全く違和感のないサイズ感で飾れるようになっているんですよね。僕もこれ実際このアルターさんとこのプレミアムアスカフィギュア帽子バージョンのこの2つのアスカ並べて飾っているんですけども、かなりしっくりきてますね。もちろんこのアルターさんのアスカ持ってない方もこのプレミアムアスカフィギュア帽子バージョン一つでもかなり雰囲気のあるフィギュアになっているんで、僕はすごくおすすめできるフィギュアだと思いますね。もちろん塗装の方はもちろんこのアルターさんに比べてしまったらやはりそこはやっぱりプライズ品なんでこのコストの問題とかいろいろありますんで、もちろん塗装ムラとかそういった部分はもちろんありますけども、そういったところを引いてもかなりおすすめできるフィギュアだと僕は思います。そしてこれ2017年に同じ造形で顔だけ違うこの帽子をかぶってないジャージバージョンっていうアスカも登場しているんですけども、そちらの方もかなり出来がいいんですよね。なんですけどもやはりこの帽子をかぶっているこのアスカの目ではなく、やっぱちょっとね微笑んだ感じのアスカになっていて、このエヴァンゲリオン新劇場版9のアスカに寄せてはいないなっていう感じ、またやっぱこのアルターさんのアスカとこう匹敵するぐらいのこのクオリティというかお気に入りっていうかね、僕のおすすめとなってくると帽子バージョンのこのアスカになるのかなっていうふうに思いますね。なので皆さんアルターさんのアスカかなり高騰してて手が出せない方たくさんいらっしゃると思います。諦めてる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、こちらこのエヴァンゲリオン新劇場版プレミアムアスカフィギュア帽子バージョンおすすめしますね。値段の方なんですけども、こちらはだいたい今だと2000円から約3000円ぐらいで購入できると思います。やはり普通のプライズ品のアスカに比べると若干
1000円ぐらい高いなっていう感じもするんですが、このエヴァのプライズ品のフィギュアって、このパッケージが変わってこう何回もね、こう登場するっていうパターンも結構あるんですよね。その中でこのエヴァンゲリオン新劇場版プレミアムアスカフィギュア帽子バージョンというのは、この2015年のこの時に1回ゲームセンターで登場した以来のフィギュアになるんで、今ねこのリサイクルショップさんであったりとかネットオークションとかでも結構ね数が少なくて、僕もリサイクルショップの方で最近全く見ていないフィギュアになっているんで、かなり数の方が少ないので、この値段っていうのも妥当かなっていうふうに僕は思いますね。なのでこの動画を見て、あ、このアスカいいなって思った方、もしも見かけた方はぜひともその時に購入してほしいなって思いますね。今後このプレミアムアスカフィギュア帽子バージョンがまたゲームセンターの方で登場するかもしれませんが、登場しない可能性の方が僕は高いと思います。なのでひょっとしてこれからまたどんどん値段の方が上がってくる可能性もありますんで、今のうちに皆さん持ってない方はゲットしてほしいなって思いますね。はい、まあ、そんな感じでこれからも皆さんが手が届きやすい、そしてさらにこの出来のいい、クオリティの高いフィギュアというのもこれから皆さんにご紹介させていただこうと思いますので、そちらの動画の方も楽しみにしていただけたら嬉しいかなと思います。簡単でしたが今回の動画はこちらの方で終わらせていただきます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。